こんにちは、サオリンゴです。今日はオール関東キャンピングカーフェアの出店者さんを紹介していきます。今回はバンテックさんにお邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、バンテックの法人営業の大野と申します。大野さん、はい、よろしくお願いします。今回群馬に向けてお持ちになるお車ってもう決まってますか。はい、はい、今回3台ご用意してまして、はい、ジル520、ジル、コルドバンクスの3台、うん、はい、この2台もそうですか。そうですね、はい。なるほど。このセールスポイントはどこかありますか。はい、今回持っていくうちのジル520なんですけれども、コフローさんと共同開発したリチウムイオンバッテリーシステムを搭載しておりまして、はい、はい、こちらが今おすすめ、まあ、売れ筋の車となります。これですか。はい、あ、そうですね、はい、大電力をいつでも好きなようにたくさん使えるということですね、はいはい、ポータブルバッテリーでも、はい、おなじみだと思いますので、はい、割とそのご存知の方とかいらっしゃると思いますので、はい、ぜひご覧になってみてください。このお車ね、今ちょっとお客さんいるんですけど、その横に納期最短4ヶ月って書いてあります。はい、バンテックはお客様からご注文いただく前に、大量に車を生産しておりまして。わあ、すごい。はい、作っているものとお客様のご希望がマッチングさえすれば、はい、早いも車の納期がございますので、はい、夏までに乗られたい方、秋の行楽シーズンに乗られたい方はぜひお越しください。そうですね、まあ、納期を気にしている方もかなり多いと思うので、そうですね、このね、大きな大きなバンテックさんならではの。そちらとこちらの車の違いって何かありますか。あと内装色、ごめんなさい、内装のレイアウトが違うんですけれども、まあ、ジル520は常設2段ベッドをご用意しておりまして、はい、ジルの方はリアエントランスから入るタイプなんですけれども、リビングの、はい、ダイネットスペースがかなり広く取れるタイプになっております。リアエントランスから入るタイプはダイネットの食事風景やベッドの場所がですね、はい、ドアを開けると丸見えにならないというメリットがありますので。確かにそうですね、はい、出入りするときにも。そうですね、いいですね。プライバシーが守られるような感じです。ぜひ中に入ってみてください。じゃあちょっと中が広いので、はい、皆さん入られるとすぐ、あ、広いねって言ってくださる。本当ですか。元もも入ってきてくださる。失礼します。お邪魔します。すごい高級感。あ、広い。本当ですね、かなり広いです。テーブルを展開すると前面がベッドになりますし、はい、バンクベッドも引き出せばもっと広いスペースが確保できます。なんかホテルみたいです高級感もあるし、すごく広いです。あと音もね、響かない感じで、すごいいいですね。家みたいに楽しめると思います。では、このお車も実際見ることができますので、群馬でお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。こういうキャンピングカーを見に、ぜひ、オール関東キャンピングカフェ2023 G メッセ群馬にお越しください。お待ちしてます。詳細は概要欄を見てホームページなどをチェックしてください。